シャノ、お誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう、みんな。よし、今日はみんなで飲み明かそう。何言ってるの、全員明日も仕事でしょ。それはそうだけど、みんなお家で事務作業だって言ってたじゃん。最近忙しすぎて4人でのんびり話す機会ってなかったじゃない。だからたまには気兼ねなくって思ってさ。だからって好き勝手して仕事に支障が出たら元も子もないでしょ。ハメを外したい気持ちはわかるけど、ここは大人としての自覚を持って。私はマナに賛成だ。シャノ、実は私も少し前からマナと同じことを考えていたんだ。普段忙しくしている分、たまの機会、例えば今日みたいな日には時間を気にせずゆっくり話がしたいとな。そっか、うん、わかった。あとは任せて。みんな明日は家で事務作業って言ってたよね。その分を1日後ろにずらして。うん、問題ないと思う。さすがトーカ、話が早い。だが大丈夫なのか。その後のスケジュールはトーカの曲作りに合わせて組んでいただろう。なんとかなる。だからみんな今日はゆっくり話そう。時間を気にせず、高校生の時みたいに。そうね、たまにはそういう時間も必要よね。よし、そうと決まったら食事よ。食事準備はできてるから、じゃんじゃん持ってくるわね。アイリ、私も手伝うよ。私も。おいしい食事とお酒、大切な仲間たちと過ごす時間、本当に何よりも嬉しいプレゼントだな。